こんにちは、ミスター M さん。この動画をご覧いただいてたら嬉しいです。これね、西島秀俊さん主演の香川照之さんも出ているというね、なんと言いますか、流星ワゴンっていうね、日曜ドラマがありましたよね。もうこれ何年か前の作品なんですけども、私これ結構好きでね、何回も何回も見てるんですよ。まあ、これはあの DVD のテレビシリーズなんですけども、これ買っちゃいましてね、見てるんですけども、実はね、私ね、こちらの作品のオーディションに出たことがあるんですよ。というのも、私が今住んでるのが広島県の福山市ですけども、これね、福山市の鞆の浦があの舞台になってるんですよね。で、鞆の浦で、まあ実際にロケをするときにエキストラさん、これセリフ入りのやつですよね、これを何人か募集してたんですよ。で、私当時広島市内に住んでたんですけども、そちらの方でオーディションがあるってことで、まあオーディションを受けに行ったんですよね。で、それまでに私が培った YouTuber としてのね、演技力がどのぐらい通用するかなと思ったら、全く通用しなかったという、ね、オーディションはまあ落ちたわけなんですけども、でもね、そういう思い出もあり、この作品しっかりと見ることになったきっかけだったんですよね。いや、なかなかいいドラマでした。これミスター M さん見たことあります？これはね、香川照之さんが西島秀俊さんのお父さんの役なんですけども、まあだから70代とか80代の役で出てるんですよね、メイクして。で、西島さんが40代の役なんですけども、あんまりいい人生を歩んでないんですよ。で、家族ともうまくいかなくって、なんでこんな人生になっちゃったんだっていうふうに落ち込んでるところに、なんとですね、入院中のお父さん、香川照之さんのね、お父さんの幻かなんか生き霊かなんかわからないですけども、なんとですね、40代の頃のこのお父さんのこうなんですかね、まあこのイメージっていうか幻影がですね、現実となって、この西島秀俊さんの前に現れるんですよね。それで同い年の親父と、まあ、同い年くらいのね、親父と、いろんなエピソード、事件、それから困難を解決して、どんどん話は進んでいくって形なんですよ。そのうちに、主人公のね、この西島さんの自分の家族と共に生きていく、その向き合い方っていうのに、まあ、いろいろ気づかされて、一種乱暴で大嫌いだった親父ってものに、その同世代としてね、友人のように触れることで、まあ本当にね、罵倒し合いながらね、殴り合いながら、本音で、なんか過ごすうちに、なんか分かり合えていくっていうね、そんな、ね、ストーリーだったんですけども、基本的にはこのヒューマンなんですよね、心温まるっていうかね、うん。で、当然鞆の浦の方にロケ地とかもありますんで、私行きましてね、まあそれなりにその気になったってわけなんですけども、ここでね、この作品を通じて感じたのは、なんかそういえば自分の父親とね、まあ父親にも自分と同い年の時代ってあったわけじゃないですか。そこでもしかしたらね、友人のような関係でもしかしたら付き合えたのかもなみたいなね、まあ、そんなことをね、思っちゃいましたね。ちょっとね、家族ってものと人生ってものをね、こういろいろと考えるのにいいきっかけになった映画だったかなと思います。流星ワゴンですね。特にね、バイオレンスだったりとか、ムキムキマッチョな人は出てこないんですけども、そうですね、心のマッチョ、心の筋肉がつくんじゃないかなと思いまして、今回ミスタイムさんに紹介させてもらいます。流星ワゴンでございます。機会があったらね、見てみてください。今のところ Unext とか、なんか Netflix とか Amazon とかでちょっと出てないような気はするんですけども、私の場合はこうやってね、DVD 買いましたけども、 YouTube でももうね、古い作品なんで出てないかもしれないですね。まあちょっと機会があったらね、レンタルにでもちょっと寄ってみたらどうかなと思います。あ、そうそうそう、ツタヤって今レンタルを店舗に行かなくてもやってるんじゃなかったかな、うん、まあなんかでね、もし機会がありましたらご覧になってみてください。流星ワゴンでした。とっても面白いです。